アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日もね、インスタライブやっていきたいと思うんですが、ちょっとね、場所のセットにすごく時間がかかってしまっていて、もう時間なんですよ。早速始めていきたいと思います。こんにちは。なんか1分ぐらい多分遅れたかもそしてね、なんかスタンドがうまくちょうどいい感じにならなくて、多分斜めになってると思うんですよ。こんなもんこんにちは。ちょっと画面暗いですよね。すいません、いい感じにねライトが設置できなかったんです。すいません、しくじりました。こんにちは。今日ねこっち雨でちょっと寒いです。皆さんのお住まいの地域はどうですか。こんにちは。あ、ごめんなさい、画面が角度が、あ、職場から見てくださってるんですね。ありがとうございますこんにちは。もうねなんかバタバタして15分スタートだったんですけど、ギリギリになってしまいました。あ、大阪も寒いですね。え、すごい、モカさんとか雪降ってるんですか。寒い皆さんもうほんとね、なんかせっかく暖かくなってたのにまた寒くなったりなんで、風邪ひかないように気をつけてくださいね。こんにちは。今日はなんかいつも一応ねこのインスタライブの時は、ブラシの話してまあいろいろ雑談してっていう感じだったんですけど、あ、ただいまです。今日はせっかくなのでなんかパリのこぼれ話とかをしようかなと思っています。なんか画面暗いのどうにかなんないかな。ちょっと待ってくださいね。変わんないな変わらない。カメラで撮ってる方のは明るくできてるので、また見にくかったらぜひ YouTube のね、ログの方も見ていただけたらと思いますパリのねなんか話をしようかなと思ってるんですけど、先に、あ、そう、桜ね散っちゃいました。福岡もね散っちゃったんですよ。でもギリギリ先週末お花見はできたんですけど、さっきねちょっと事務所から視聴者さんのプレゼント届いたので、それをね開封していきたいと思います。もういつもありがとうございますみたいなまず一つ目こちら、幼児屋の袋です。私幼児屋のなんかこの紙袋って初めて見たかも。結構なんかおしゃれじゃないですか。あ、ごめんなさい、コメントがどんどん、あ、メゾンクリスチャンディオールの桜購入されるんですね。私あの香りすごい好きです。春っぽいですよね。でもなんか夏でも使えそうなすっきりした香りだと思います。うんうん、あ、そうですね、桜結構楽しめましたね。私帰ってきたらもう散ってるかなと思ってたので。で、中はねこのおなじみの袋です。今ね視聴者さんからいただいたプレゼントを先に開封しています。これはね、お、あ、すごい、フェイスカラーだって。幼児屋のコスメって見たことある方いらっしゃいますか。切迫色っていうね、雪白色って書いてる色ですね。開けてみたいと思います。もうほんとなんだろう、石鹸とか油取り紙とかしか知らなかったので、コスメがあると思わなかったんですけど、どうやったっけ。ちょっと待って、ほらまたね開封の仕方わからない。あ、でも大丈夫、こうですね、こうパカって開きましたあ、こんにちは。これはねなんか白いお粉なんですけど、なんか目の下のくすみを飛ばしたりするのにいいそうです。わあ、嬉しい。ちょっとこれ写真撮ってから使いますね。今ねちょっとそっち見せたいんですけど、この新品の状態写真に撮りたいので、はい、また紹介させてもらおうと思います。ありがとうございます。なんか幼児屋ってほんとなかなかね自分でチェックすることがないので、はい、ありがたく使わせていただきます。あとねすごいのこれ初めて見たんですけどね、飴なんですけど美人飴って言って、ちょっとなんか幼児屋の人っぽい人がいるんですが、こんなね飴でなんか神社に売ってるやつらしいんですよ。由緒正しい神社に。でなんか食べたら美人になる的な飴かなと思うんですけど、あ、花梨の木があるんですね。でその花梨の実を蜂蜜漬けにしてたみたいで、なのでそのカリンの蜂蜜漬けを使ったかイメージしたかの飴みたいです。かわいい、なんか喉に良さそうですよね、カリンだったら。あ、フランスもね、あの疲れは意外と大丈夫です。なんか時差ボケなく帰ってくることができたので、かわいいですね。この人がすごいかわいいこれもなんかあれですね、ちょっと気合い入れたい時とか喉調子悪い時とかにいただきたいと思います。ありがとうございます。福岡でお見かけしたら声かけてもいいですか。全然声かけてください。すご
い、なんか知らないものって世の中まだまだいっぱいありますよね。いつもこのお土産とかプレゼントいただくたびに思うんですけど、今回このプレゼントを送ってくださった方はなんか旅行に行かれてたそうで、そのお土産なんだそうです。お手紙もねつけてくださっていたので、後でゆっくり読ませてもらいます。ありがとうございます。あとね、これほらポケモンのシートマスク、なんか存在は知ってたんですけど実物見たの初めてです。かわいい。これねスイートシャボンの香りなんだそうです。あ、こっちもか。で、コラーゲンヒアルロン酸シアバター配合ということで、15分から20分貼れるマスクなので、結構夜ねしっかり使えるタイプのマスクかなと思います。ありがとうございます。袋がねかわいい。なんかこれだけ家に置いてたらなんか子供に取られちゃいそうなので、はい、袋はね折りたたんでこれはシートマスク入れに入れようと思います。あ、しかもこれあれだ、このキャラクターの顔になってるんですね、ちゃんとマスクが。なんかこれ動画で使ったら面白そう。またそのうち登場するかもですねえ、かわいい。ありがとうございます。ポケモンね、子供が好きなので、でもどうしよう、子供の前でもちょっと貼ってあげたいな、喜びそう。あとめっちゃおしゃれな雑誌、皆さん知ってました？こんなのあるの。なんか最近創刊されたばかりらしいんですけど、ちょっとね、本なので中お見せできないんですが、すごく、なんだろう、おしゃれな、って言ったらいいのかな、ファッションブランドのメインビジュアルみたいなやつがいっぱい載った雑誌ですね。これもね、ぜひファッションの参考にということで送ってくださいました。なんかこういったプレゼントいただいたことなかったので、すごく新鮮なんですけど、あの雑誌見るの好きなので嬉しいです。ありがとうございます。あ、ポケモンのパックはピカチュウもありますよっていうね、コメント今いただいてます。こんにちは。今日ね、お供はお水がちょっといつもと変わりました。これね、前コメントで視聴者さんがおすすめしてくださったやつで、Amazon のね、なんか欲しいものリスト的なところに入れてたんですけど、今まではあのシリカ水飲んでたんで、ちょっと味変えて炭酸水にしてみました。乾杯。皆さんもぜひお昼ご飯食べてくださいね、うん、はい。あ、こんにちは、ね、結構たくさんの方が見てくださっているので、じゃあね、ちょっと視聴者さんからのプレゼントを紹介させていただいたところで、パリのこぼれ話でもしていこうかなと思いますって思ったんですけど、すごい用事やってエステあるんですね。ほら、京都、京都ですよね、そりゃ。しかも京都ホテル大倉店にもエステルームと、そのなんか用事屋のショップが入ってるみたい。さすがですね、京都。また京都ね、なんかゴールデンウィークもありますし、もし行くことある方いらっしゃったらチェックしてみてくださいアイシャドウはね、また今度動画で紹介するんですけど、あのシャネルの5月発売のパレットですね、あれ絶賛練習中で、ちょっと今日でもね失敗して何回も直したから、メイクがねあんまり綺麗じゃないんですよねすいません。あ、リオンさんだ、こんにちはじゃあね、パリの話していこうかな。ね、なんかいろいろあったんですよ、面白いことが。なんか旅行行くと何でも楽しいじゃないですか。ずっと笑ってた気がして、なんか妹と2人でずっと笑い止まらなくて、でパリの動画の編集は一応昨日終わったんですけど、昨日までも編集しながらもずっと1人で笑ってました。でいろいろあったんですけど、動画の中になんか入れきれなかったっていうか、動画を撮ってなかったけどすごい面白かったなっていうこぼれ話をね、今日はしていこうと思いますあ、じゃあこれからいこうかな。奥さんが笑わないイタリア人の話ですね。あの2泊したあのリッツパリの話なんですけど、リッツパリ行った時に、あ、初めて見れましたこんにちは、あ、仕事戻られるんですね、あのログ残すのでぜひそちら見てみてください。どうなんだろう、なんかインスタのログって最近なんか調子悪くてログが残せないっていう噂を聞いたので、万が一インスタの方残ってなかったら、カメラでね録画してるやつを YouTube に上げるのでぜひそちら見てください。はい、じゃあ話戻りますけど、そのリッツパリでね、朝食食べるときに1階のレストランで食事するんですけど、こういう円卓がいっぱいあって、でこう丸い大きいテーブルなんですけど、私がこう座ってて妹はこっちにこう座ってたんですよ。で私こうしてるからこっち方向が見えるんですね。で入り口があって、私たちのいるテーブルの隣のテーブルがあって、そこにイタリア人っぽい
こう老夫婦がね入ってきて座ってたんです。で私の席からだけ見えるんですよね、その人たちが。でなんか喋ってるけどこうフランス語っぽいこう息が抜ける感じじゃないからフランス語じゃないなと思ってたんですけど、そのご主人の方がなんかグラッチェとかチャオって言ってたから多分イタリア語なんだなって思っただけなので、もしかしたらイタリア人じゃないかもしれないんですけど。でご主人がねすごいそのレストランの人にいろいろ話しかけるんですよ、笑顔で。でなんか多分自分はそのアメリカンブレックファストみたいなのはいらないから人参ジュース持ってきてくれって必死で言ってるんですよね。でお店の人もなんだろう、裏で人参吸って作ったのかな、人参ジュースをちょっと遅れてそのご主人の方に出したりとかで、多分その普通の朝食はいらないからサラダとパン、ハムかな、もう持ってきてくれって言ったみたいで、山盛りのハムがこうバーンってテーブルの真ん中に置かれてて、で奥さんの前にはサラダがあるんですよ。でご主人はそのなんだろう、お水継ぎに来た人とかお料理運んできた人とかそういう人にもう一人ずつにすっごい話しかけて、なんか多分言葉通じないからか結構大きめの言葉でなんかいろいろ言ってめっちゃ楽しそうなんですけど、奥さんがずっとっていう顔でもう旦那さんのことずっとこう無表情の、なんだろう、こうよくあるじゃないですか、なんかね、法事とかですごい飲んで旦那さんがウェーってなってるのを奥さんが冷たい顔で見てるみたいな、なんかこういう顔でずーっとしてて全然ニコリともしないし喋りもしなくて、それを私だけが見てて、で面白すぎて妹にその話をしたんですけど、その人たちと2日連続会ったんですよ。で2日とも奥さんもずっと無表情だった、なんかもうこうサラダなんですけどね、こんな感じで旦那さんのこと見てて、なんか仲良くないのかなみたいな心配になったんですけど、でも結局ねその2日目です、食事終わって表でねちょっとうろうろしてたら旦那さんと奥さんが腕組んでご飯食べた後の散歩みたいな感じで歩いてたので、あ、仲悪いわけじゃなかったんだなって思ったんですけど、そのね、なんだろう、奥さんのそういうよく喋る旦那さんに対してうわーみたいな表情してるのが結構万国共通なんだなと思ったっていう話ですね。はい、それはねちょっと笑いました。なんだろうね、この後で話すとそんなに面白くないっていう、もうその時はねすっごい笑い止まらなくて、本当になんかあそこの奥さんすごい表情してるみたいな感じで涙ながらに言ったんですけど、はい、夫婦あるあるですね、まさにそんなことがねありました。でもまあリッツで2泊するぐらいですからね、多分仲良しなんだと思いますけど、まあ、旦那さんはねやっぱり陽気でした。イタリアの血が騒ぐのかなそれとあとねもう一つめっちゃ面白かったのは、向こうってどこのショップもセキュリティがすごい厳しいんですよそうそうそう、周りが気を使うそうで、なんかねもちろんゲランとかそういうなんかシャネルとかのブティックでも入り口にドアマンみたいな人がいてこう開けてくれたりとかするんですけど、あ、ダメ、黙って出されたものを食べなさいよっていう、あ、そう、なんかそんな感じで知らんみたいなそれでそういうショップにももちろんいてこう開けてくれてボンジューみたいな感じなんですけど、なんかプチプラなとこでも基本的になんかピーピーになるドアこう開けたらここになんていうのかな、こういう 棒というかゲートみたいなのがあって何か持って通るとピーピーみたいに言うやつ、あれがあって、なおかつなんかボディーガードじゃない、なんだろう、ボディーチェックする人、ピーってなった人をチェックする人みたいなのがいるんですよね。で向こうだとやっぱザラとかマンゴーとかそういうプチプラのショップがすごく多くて、でなんかそういうとこに行くたびになぜかピーピーになってしまうっていう話なんですけど、私と妹がね、まあ、それぞれバッグ持ってまだ買う前ですよ、今から買おうかなって思って通っても絶対鳴るんですよピーって。で、あ、もしかしてその Wi-Fi を持ってるからそれのせいかなと思って、まあ、なんか置いていったりとかもしたんですけど、もう大抵鳴るんですよ。で2人で通った時にピーって鳴るじゃないですか、そしたらそのなんか黒人の2メートルぐらい身長があるような人がなんかもうすごい目でこっちをこう見ながらこうマダムみたいな感じでこう来い来いみたいなことをするんですよ。でなんかそのなんだろう、空港の人が持ってるみたいなこういう なんていうのかな、丸くて棒がついたやつみたいなんで こういう風にするんですけど、ならないんですよね。でそのバッグだけちょっと貸せみたいなこと言われて、
そのバッグをこのなんていうかピーっていうこの通るねゲートのとこにその人がこうやってしたりするけどならないんですよ。じゃあお前かみたいな感じで見られるじゃないですか。バッグじゃないならお前かみたいになって通るんですけどならないんですよ。でなんでならないんだろうってなったらもうなんか全然興味ないみたいな感じで基本的に目合わさないんですよ。だからもうなんか 目をこうパッとそらしてこう行けみたいなジェスチャーをされるんですがもうそれが本当毎回毎回すぎてなんか最後の方は買い物したいけどなんかまたなるのかなと思ったらそれが嫌でちょっと、はい、入りにくくなりました。そう金属探知機何なんでしょうかね。あのあれが なのかなと思ったあのタグとかによくこういうガチャンってしたやつついてるお店あるじゃないですか。あれも金属なんですかね。なんかああいうのに反応するのかなと思ったんですけどなんせそのザラとかマンゴーは全然こう なんか怪しいもの持ってなくてもなっちゃってあポカロも貼ってると思うんですね。なんかその時は特になんだろうカイロとかも貼ってなかったんですけどでなんせねそのそういうファストファッション系のショップの入り口にいる人が割と体格大きい人があの多くて結構威圧感あるんですよね。なんかもう呼び方もこんな感じじゃないですか。だからなんかこう呼ばれてマダムって言われてサークって言われるんですよ。こうカバー開けろってで開けて見せてもこうないなみたいな感じになってっていうのをね、はい、ひたすら繰り返したっていうことなんですけどなのでこれからね結構コメントでも、まあゴールデンウィーク中とかパリに行くっていうコメントをいただいてたんですがなんせ引っかかりやすいので気をつけてください。なんかもう最終的に見せしめなんじゃないかっていうことを言ってたんですけど、うん、なんかねちゃんとこのなんだろうセキュリティのあれは、ね、機能してるんだぞっていうことを見せしめにするためにねこの体格のちっちゃい私たちが狙われてならされてたんじゃないかみたいな話もしてたんですがなんせ何が原因だったか全然わかんないですね。だってカバンも私パッキングの動画で見せたみたいにここがチェーンのやつだったんですよ。だからそのカバンが鳴るんだったら私が通った時に鳴ると思うんですけどなんかこの手提げ的なものをその人に渡して私だけが通ったりしたら鳴らなかったりするので何を反応してたのかはねよくわかんないです。でもなんか鳴っても気にせず通っていいっていう時もあるんですよ。なんかその辺のさじ加減がよくわかんなくってそのルーブル美術館行った時もちょうどねなんかその日あれです、ストライキが起こってたらしいんですよ。で開館時間が多分15分か30分ぐらい遅れるっていう風に言われてそしたらなんかね入り口以降入れないから結局そのストライキしてる間ずっと人が溜まっていくじゃないですか。でやっと開いたってなったらここセキュリティあるから皆さんなんかその上着脱いでカバンの中身は見せてくださいねってガイドさんに言われてたんですけど多分ねもうなんかいっぱいいたからめんどくさかったんでしょうね。なんか今日はいいみたいな感じのこと言われて全然チェックされなくてなん今日はいいとか大丈夫なのみたいな感じで心配になったんですけどなんか日本だとありえないですよね。だからそんな感じでその、ね、ショップ そのピーってなるやつも、ね、バッグの中までチェックされる時もあれば別にいいって言われる時もありました。その辺がね結構まちまちですね。はい、あ新しい洋服のタグは鳴る時があります。へええ、タグが鳴るんですかね。さ見せしめやめって本当本当。あ、やっぱルーブル美術館ってなんかストライキしょっちゅうしてるんですかね。でもね、なんかすごい人数のお客さんいるし、まあ、広いし、まあ、大変だからストライキしたくなるのもわかるなってね、入り口で思ってたんですよ。でも入ったらこう美術館のなんていうのかな、そういう見守る人ってこういう椅子に座って、こう日本だったらこんな感じじゃないですか、こう無表情でこうやって、でなんかこう触ろうとしたら。みたいな感じなんですけど基本的にスマホ見てるんですよ。多分 Facebook ですよ、よくわかんないけど。だからストライキするほど大変な仕事かなって思っちゃって、まあわかんないですけどなんか裏ではすごく大変なことをさせられてるのかもしれないですけどそこまでなんかしんどそうには見えなかったのでまあそれでもね、はい、ストライキしちゃうんだなっていう感じでした。はい、そうルパンも簡単に本当ですよ。ルパンあんなの変装してたら速攻ですよ。当然ハンドクリーム塗りますけどこれねだいぶ汚れてますがあのスックのやつです。非売品のなんか手の乾燥がねひどくてだから旅行中も多少乾燥してたと思うんですけど帰ってからね全然治らないんですよね。そのパリの人フェイスブック好きですよね。なんか空港にいた人もみんなフェイスブックしてて何話してるんだろうと思ってなんか日本だともうフェイスブック使ってる人があんまりいないからねなんか、まあ、別に覗き見するつもりはなかったんですけど画面見えちゃったから見た時に
かしいなと思いました。ベルサイユ宮殿もストライキしてたんですか。なんかもういろんなところでストライキしてますね。基本あれですかね、こう無駄な余計な働きはしたくないみたいな感じなんですかね。インドのストライキは大量のバッファローで道封鎖されてます。すごい。なんかお国柄なのかな、すごいですね、その国その国のなんかストライキの仕方の違いみたいなのが。すごい、バッファローそこまで大量に誘導してきたのか。なんか状況を想像したら面白い。あとね、何があったっけ、そうそう、あとね、後日上がる動画で一瞬だけ映るんですけど、仕事中に携帯でとか、日本じゃない、そうそう、日本じゃありえないですよね。あ、こんにちは、間に合いましたよ。まだね、あと20分ぐらいあります。今ね、パリのこぼれ話をしてます。なんかね、なんだったっけ、まず、そう、マレ地区に行ったんですよ。で、なんかね、すごいイベントしてたのかな、なんか黒人さんがお祭りみたいなのしてたりとかで、なんか広場があって、子供もこういっぱいいて、シャボン玉が飛んだりとか、パリといえばあのメリーゴーランドね、ちっちゃいメリーゴーランドが回ってたりとかして、はいい雰囲気だなと思ってたら、こう持ち運びできるスピーカーってあるじゃないですか、あれを置いてこうバーンってこう大音量で音楽かけて、男の人、黒ずくめの男の人 3,4 人がなんかこう今から踊るよみたいな、なんかパフォーマンスするよみたいな感じなんですよ。でみんな来いよみたいになってて、まあみんな見るじゃないですか。なんかその動画の中で一瞬入れてる時は、私の側にいっぱい人がいるからほとんど人いないように見えるんですけど、こっち結構人いたんですよ。でみんな座って見てたから、私も妹となんか始まるっぽいから見てみようかとか言ってて、そしたらなんか観客の中にスケボーを持った人がいたんですね。でなんかそれを貸してくれみたいなこと言って、スケボーを借りてパフォーマンス始めたから、なんかすごい技するのかなと思ったら、普通に乗ってヒューンみたいな感じで、わりかし普通な技だったんですよ。で次やるのかなと思って、またこう帰りのやつ見ても割と普通な感じだって、でなんかみんなこうちょっとあれ盛り上がらないなみたいになってたら、なんかそのスケボーをなんかその人に返しに行って、なんかそのゴマのとこ指さして、なんかこれのせいっていうか、まあそれちょっと調子悪いじゃないみたいなこと言って返してたんですよ。で、なんか貸したのにこの人かわいそうだなとか思ってたら、なんかちょっと曲が変わって、あ、これからなのかなみたいな雰囲気になって、なんか俺たちになんか2分間時間をくれよみたいなことを言ってるんですね。あ、じゃあ2分間パフォーマンス始まろうみたいな感じで、うおーってみんなも見てるんですよ。そしたらなんか準備体操的なことを始めて、あんまりそんなアクロバティックじゃないんですよ。でみんなもなんかんみたいな感じでこう特に笑いもせずこうじーっと見てたんですけど、そしたらまた曲が変わって、今度はなんか1分間俺たちに時間をくれよみたいなことを言ってて、もうみんな若干なんかもうなんかみたいな感じになってたんですけど、そしたらまたなんかパフォーマンス始まったのに、結局最初やってたその準備体操的なのと同じだったから、妹とずっと日本語で2人でそれさっき見たっていうのをずっと言ってたって遊びですね。みんな全然笑ってなかったんですけど、私たちはその同じことがされるたびにそれさっき見たっていうのをめっちゃ笑いながら言ってたっていう話ですね。なんかね、その場にいるとそのなんか状況がめちゃくちゃ面白かったんですけど、いざ動画で編集しようとしたらなんか全然盛り上がりがなかったので、ほぼカットさせていただいたんですけど、なんせ、ね、そういうパフォーマーの方がいました。でもめちゃくちゃやっぱイケメンなんですよ、向こうの人だから。こうスタイルもいいし彫りも深いし、だから日本であれやったら多分盛り上がりないけど、おおみたいな感じになってたと思うから、多分彼らはやる場所待ちだったんでしょうね、きっと。あれ日本だったら結構な集客を得られると思いますよ。まあ、福岡だったらもうキャナルシティのね、真ん中の広場のところとかに呼ばれて、ちびっことかが見たりとかするやつには出れるんじゃないかなと思いました。はい、まあでも楽しかったですよ。まあでもね、マレ地区はちょっと謎でした。その黒人の祭りが突然始まったりとか、はい、なんかねみんなすごい脱いでました。脱いでなんか大きい太鼓とか抱えたまま地下鉄に乗ってたりとかして、結構フリーダムな感じだったので、普段のマレ地区がどんななのかはちょっとよくわからなかったんですけど、なんせね視聴者さんとかガイドさんとか皆さんこぞってマレ地区は行った方がいいって勧めてくださったので、もう最後の方の半日ぐらいだったんですけど、行けてよかったなと思います。店を出るとならなかったけど、あーでも多分その服についてるタグとかって絶対なるわけじゃないから、なんかその時うっかり店員さんが外し忘れてたりしたら、なんか他のお店でなっちゃったりとかは確かにありそうですよね。でもそれでなんか盗んだとか思われたら怖いですよね。あ、
ちは。はい、そんな感じで結構ね楽しく過ごした、はい、旅行なんですけどね。メイクアップルーティーンの動画の時に言ったかもしれないんですけど、その飛行機のね行きの便でボヘミアン・ラプソディを見てしまって、見た人います？あれでね私は結構落ち込んでて、旅行の大半最初の5日間ぐらい結構ズンってしてました。すごいなんかこうわーみたいな、なんかうわフレディが死んじゃったみたいな感じですごいショックを受けてました。なので帰りはすごいこうなんだろう、あんまりこうズーンとしないこう考えずに楽しめる映画を見たいなと思って、オーシャンズ8をやってたので、あれでね結構気分を上げて帰りましたね。あれは本当なんか何にも考えなくても見れる感じで、女ルパン的な感じ。そうそう、泣きますよね。なんか私は若い頃というか中高生の頃とかで結構いろんな音楽聴いてたんですけど、なんか知らないけど国もあんま通ってなかったんですよね。でもまあもちろん存在とかは知ってたので、あこれやってるんだったら見ようみたいな軽い気持ちで見たのがダメでしたね。もうめっちゃズーンみたいな感じで、わーみたいな、なんかフレディでこんなに人気者で愛されてるのに生涯孤独だったんだみたいな感じでめっちゃ落ち込みました。感情移入がねすごい。そうそう、オーシャンズ8、そうなんです、みんな女の人のやつなので、そう5日引きずりすぎなんですけど、自分の中で、ね、結構ずっとなんかわーってなってました。でオーシャンズ8は私でもこのシリーズ特にそんなに好きでめっちゃ見てるわけではないんですけど、でも女性ばっかりだから、なんかその映画のなんかラストの方でメンバーみんなが結構着飾ってそれぞれ階段降りてくるみたいなシーンがあったんですけど、そこがねすごい華やかで、女性は見たらねなんかわーってなるんじゃないかなと思いました。うん、なんか本当考えなくても見れるみたいな感じでしたね。まだ見てないんですけど、見るときは覚悟して、本当多分泣きます最後ね。そうそう、あんまりね普段私映画とか見ないんですよ。だからそれがね珍しく見てそれだったのでちょっと落ち込みました。なんかシュガーラッシュにしとけばよかったなみたいな。いやでも見てよかったんですけどね、うん、なんか旅行の行きで見る感じではなかったっていう話です。あ、オーシャンズやっぱ好きな方多いですよね。なんかあれシリーズで今見たいなってちょっと思ってるんですよ。めちゃくちゃ面白かったから。あ、そうそう、アン・ハサウェイが出てて、私あの人のプラダを着た悪魔、まあ、あれも有名だからあれくらい私も見てるんですけど、あれに出てた時の彼女がすごい綺麗で好きだったから、なんかここでも出会えたと思って、また彼女がすごいいい役やるんですよ。なんか最初はなんかこうちょっと利用されてるっぽいのに最後の最後でみたいなところがあってね、すごく良かったです。可愛いですね。そうそう、なんかシュガーラッシュの新しいやつ、あれがあったんですよね。あれ途中までチラッと見てたけど寝落ちしてしまって見れなかったんですが、割とでも最初の方でもテンポが良くて面白かったですね。はい、まあ、そんな感じでネタが尽きちゃった。なんかありますかね。あと15分なんですけど、皆さんゴールデンウィーク どう過ごされます？なんか10連休とか言われて私どうしようかと思ってるんですけど、まあなんか旅行はね行って帰ってきたばかりなのであんまり家族で長期の出かける予定もないんですけど、あ、そうです、メイクね、シャネルです。ちょっと今日メイク動画ではないんですけど、この購入したシャネルのアイテムを紹介する動画っていうのをね撮ってたので、それでなんかつぶつぶっぽいファンデーションですね、あれとアイシャドウとレベージュのフェイスパウダーみたいなやつ、あれとリップはねちょっと今違うやつつけてます。あー、プラダを着た悪魔で携帯をしてるシーンの場所、あ、全然意識してなかったので行ってないかもしれない。あ、いや行ってないかもしれないっていうか行ってないですね。そっか、調べて行けばよかった。そっかそっか、あのシーンがあったんですね。お互いの実家に帰省して終了です。あ、そうなりますよね。あ、はいはい、今日から予定のナーズのアイシャドウはどうされますか。もう全然百貨店行く元気がないので、多分買わないですね。ただこの週末ちょっと岩田屋に行くかもしれないので、その時に元気があったら見てくるかもしれないですね。ゴールデンウィーク、そうですね、迷いますよね。結構でも海外行く人は多いっぽいですよね。なんかコメントでもいろいろいただいてて、パッキング動画参考にしましたとか、パリ行きますっていうコメントがあったので行く人多いみたいなんですけど、ちょっとね何も予定なくで、あの連休具合だと持て余しますよね。そうそう、岩田屋、そうですよ、今日10日ですよね。今日からあれなんですよ、福岡岩田屋はトンフォードとかアンプリチュードとかいっぱいね新しいブランドが入るんですよ。なので
ちょっと売り場もねリニューアルしてるんじゃないかなと思って偵察に行きたいんですよね。パリで飲んだ紅茶、私それがねパリ行ったら紅茶飲みまくると思ったら、あのエスプレッソにハマってしまって、どこ行ってもエスプレッソばっかりオーダーしてたんですよ。私コーヒーは飲むけどエスプレッソってなんかすごく苦そうだし今まで飲んでなかったんですけど、まあやっぱりパリ行ったらちょっと飲みたいかなと思って頼んだら、なんかどこのカフェで飲んでもすっごいなんか美味しくて、なんか全然その苦さよりすっきり感というか、こう口の中でこう上がってくるコーヒーの香りがいいっていうのかな、美味しくてね、うん、エスプレッソばっかり飲んでましたでも一応なんかあのおすすめしていただいた紅茶とかはちょっと買ってきたので、またねちょっとずつ飲んでいこうかなと思ってます。あ、出先なんですね。はい、あのログ残すのでぜひ見てやってください。あ、時間です。あ、そっかそっか、あと10分くらいで終わるので、はい、またね見に来てください。うん、そうそう、連休やっぱどこ行ってもね混みますよね。そう、オフ会、いや連休はでもさすがになんかみんな予定があるかなと思ってね、あんまりそのなんだろう、イベント的なものは入れずにいようかなと思ってるんですよね。あ、そうそう、エスプレッソのちっちゃいやつです。なんかもうあのミニチュアみたいなカップに入ってるやつですね。あれであのお砂糖だけ入れて飲むんですけど、すごい美味しかったですね。連休多分あれですね、私は毎年恒例ですけどキャンプに行くかな、それくらいかな。10日も休んでたらあの動画がもう全然撮れなくなるので、多分何日かは普通に撮影したりするかなと思います。あ、赤ちゃんが生まれたばかりなので実家に店に帰るかなと。あ、おめでとうございます。そっか、赤ちゃんいたらねあんまりその長期の旅行とかもね難しいです。ぜひね実家に、はい、行ってください。いいですね、なんか赤ちゃんいたらね生活変わっていろいろ大変だと思いますけど、本当ね日々できることがどんどん変わっていって一瞬一瞬っていう感じなので、はい、しんどいと思うんですけど、ちょっとずつ楽しみながらね過ごしてください。あ、クロワッサン食べました。なんかもうパリパリパリですごい、なんかあの層一層一層がすごいパリパリなんですよね。クロワッサンも美味しかったし、あのバケットも美味しくって、なんか日本でレストランでバケット頼むと多分こう切ったやつが出ると思うんですけど、細長いねこれくらいのサイズのが大抵入ってるんですよ、このパン盛り合わせみたいな中に。で、普通のプレーンなのとちょっと雑穀が混ざってたりごまがついてたりみたいな2種類ついてるんですけど、私はプレーンな方が好きで、ただもうなんだろう、香りつくと口の中が切れそうなぐらい周りは硬いんですよ。なのであの、まあ、ちょっとずつちぎってね食べるんですが、中はすっごいもちっとしてて、なんか日本の、まあ、私があんまりいいやつ食べたことないだけかもなんですけど、私が知ってるあのフランスパンとはだいぶ違うなと思いました。間に合ったかなって、あ、まだまだやってますよ。そう、フレンチトーストもねすっごい美味しかったので、なんせそのパン関係はめちゃくちゃ美味しかったですね。で、あの現地でねついてもらったガイドさんの話によると、そのパリで言ったらそのパリの現地の人たちが食べても美味しいって思うようなパン屋さんとチーズ屋さんがあって、なんかねそれぞれ日本人の人がなんか営業されてるって言われてて、あ、すごくないですか。だってあのパリっていうね、パンとかチーズとか本場なわけじゃないですか。そこに他の国の人が行ってその本場の味を知ってる人たちに向けて売るってすごいなと思って、で言ったらこう日本に海外の人が来て日本料理とかね、そういうのを出してるのと一緒ってことですよね。だからね、なんかそういう生き方されてる人もいるんだなと思って、すごいなと思いました。大陸と日本は温度が違うので別な食べ物、あーなるほどね、そっかそっか。でも湿度とかの違いは確かにあるかも、うん、で日差しの強さをめっちゃ感じました。この気温的にはこう聞いてたっていうか自分で想像してたよりは暖かくて過ごしやすかったんですけど、でも全然真夏とかじゃないんですよ。でも日差しの感じがもう完全に真夏で、そうだ、だから旅行でこれからヨーロッパの方行こうと思ってる人はサングラス、夏じゃないけど持ってった方がいいと思います。本当にめっちゃ眩しいので。で湿度もなんかその肌で感じる分にはそんなになんか日本よりカラッとしてるってことはないんですが、ゲラン行った時に自分が持ってる香水とかもちょっとムエットにかけて試したりとかしたら、まあ、香りのね感じ方がね全然違うんですよ。だからそれってやっぱ湿度によるところが多いと思うので、その日本でね香水を嗅ぐのと現地で嗅ぐのって全然違うんだなと思いました。
どんなカラーだったかな。セフォラでね、そう妹がジバンシーでタッチアップしてもらったんですけど、チークの色どんなだったかな。でもその見た時に全然そのシェーディングとして使えるような色じゃないのにこんな範囲まで入れるんだと思ったから。で妹が大体合わされるチークの色ってもう分かりやすいピンクとかなんですよ。だからそういう本当にチークらしいカラーなんですけど、ちょっとブラシなんかないかな。ここら辺に入れた後にもうそのままこっち持ってきて、ちょっとこうスッと撫でるような感じで輪郭にもつけて、顎にもこうやってつけてましたね。だからなんかもう私は今までそういうタッチアップをされたことがなかったのですごくびっくりしたんですけど、でもね全然違和感ないというか、なんかその顎がピンクになってるなみたいなのなくって、むしろこうまとまりよく顔がシュッとしたように見えたので、やっぱテクニックなんですかね。あとはまあ本人のその肌への馴染み方とかにもよると思うんですけど、面白い入れ方だなと思いました。ね、なんていうのかな、その向こうの人って、まあ、セフォラのそのジバンシーの店員さんももちろんなんですけど、なんかちょっとしたカフェに行ったりとか、例えばゲランで接客してくださったスタッフの方だったりもそうなんですけど、みんなね自分の仕事にすごく誇りを持ってるっていう感じなんですよね。もう私に任せてみたいな感じの接客の仕方をしてくれるので、こう私みたいにいろいろね、例えばコスメだったら教えてもらったりとか、もう似合う色とかもはっきりこれって言ってくれるのが好きっていう人にはすごくいいところだと思います。こんにちは。いいですよね、なんか割とやっぱり日本にいるとね、いろいろ辛い仕事を我慢してしてるみたいなのも SNS とかだとしょっちゅう聞くから、なんかそういうカフェで例えばその外国のね言葉をちょっと覚えて、海外から来た人には海外の挨拶してみるとか、もうなんかこうケーキが欲しいんだったらこっち来たらいいよみたいな、こう言葉通じないけどジェスチャーで頑張って教えてくれるとか、なんかそういうなんか生き生きして仕事してるっていうのか、なんかそういうのが割と垣間見れる国だなっていうのをすごく思いました。あ、初コメント ありがとうございます。 YouTube 見てくださってるそうです。そうそう、まあ、でもすごいなんかそのプロ意識を持って仕事はしてるけども、時間に来たらそこ帰るみたいな、私は帰るけど、もう彼はプロフェッショナルだからあとは彼に任せてバイバイみたいな感じで帰っちゃうんですけど、まあでもね、まあ、そういうとこもいいかなと思って、なんか、ね、我慢してやって、なんか私はしんどいけど我慢してるんだみたいなのをね、後でこう、ね、どこかでこぼさなきゃいけなくなるよりはそういうのもいいんじゃないかなと思いました。あーでも日本だとメイクいまいちの BA さん得意ませんか。結構なんかね、 BA さんに関してはっていうのかな、まあ賛否両論というか、まあメイクアップアーティストさんじゃないから仕方ないっていう人もいらっしゃいますし、まああくまでもその商品の提案をしてくれる人っていう感じに思ってるので、まあ、うん、すごく上手い人はやっぱりなんかアーティスト系のブランドの人だとやっぱ上手い人多いと思いますね。普通の、まあ、BA さんというかそのメイクアップアーティストっていう感じで仕事してるわけじゃない人でもすごいテクニック持ってたりとか上手な方はいらっしゃいますよね。逆になんかまあそこまで確かに自分のなんていうのかな、希望する感じに仕上がらないんだっていう方も、うん、たまにはやっぱいらっしゃいますね。あ、飛行機寝られなくて、あ、飛行機寝られないと長時間はしんどいですよね。なんかどうだろう、ギリギリ5時間ぐらいはいけるけど、なんか寝れなかったら8時間とか超えてくるとなんかしんどい気がしますよね。できるだけこう快適になれるグッズをいっぱい持ち込むとか、まあ、とりあえず足元はねもう楽にスリッパにして、あのカーツソックス履いて、眩しいからね、長期のホットアイマスクと喉ぬる濡れマスクかな。だからもうマスクしてみたいな、なんか私もやってたんですけど、この状況なんかCA さんとか来て、例えばなんか飲み物はとか言った時にバーンってこれ濡れてたら怖いだろうなと思いながら、でもその状況だとやっぱちょっと寝ることができたので、私もそんな感じの格好で寝てました。乗る前にちょっと楽な格好になった方がよりリラックスできるかなと思います。あと私はね、ここ枕特にない方が寝れるんですけど、人によってはここになんていうのかな、こういうね空気で膨らませる枕があった方が楽になるっていう人もいるので、なんかそんなのも持ち込んでみるといいかもしれないですね。シャネルでメイクしてもらった時も素敵でした。ありがとうございます。そう、シャネルでメイクしてもらった時もすごいなんか普段の自分とは全然違うメイクだったんですが、なんかこうパリの人から見るこう私がやったらいいメイクっていうのはこういうのなんだなと思って、やっぱ国が変わればメイクも変わるし常識も変わるしみたいな、
うん、なんかでもそういうのってでも定期的になんか自分の中に情報を入れておいた方がいいなと思いました。普段のこの決まった環境で暮らしてるとやっぱ自分が知ってることが全部って思って、なんかそれに合わないとなんかこれは違うとかって判断しがちだけど、それもねちょっと国が変わっただけでやっぱりルールとか普通っていうのは変わってしまうっていうのをなんか覚えておいた方がなんかあんまりこう型にはまらなくていいかなと思いました。なのでマイもねちょっとそれ以来若干ギュインってなりがちで、今日でもそれで撮影してたらすごい眉毛が上がってる気がしたので少しなだらかにしたんですけど、こんにちは、いつも見てます、ありがとうございます。あ、ありがとうございます、赤が似合ってるという風に言ってくださったんですけど、普段私あんまり赤着ないんですよね。ちょっとたまには着ていきましょうかね今後は。そう、でも本当シャネルでねメイクしてもらったのはいい経験でした。で、今日以降に上がる動画で多分あのディオールのねスーパーで、まあ、エステなのでちょっとエステ受けてるところは映ってないんですけど、まあそこのね環境っていうのかな、それが少し映った動画とかも上がると思いますので、ぜひ見てもらえたらなと思います。あ、おかえりなさい、ありがとうございます。ちょっとね生配信もうそろそろ終わってしまうんですけど、一応ログ残そうと思っています。なんかねインスタのログが最近うまく残せないっていう話を聞いたんですけど、皆さんなんかそのログ必ずチェックしてる人とかで最近ログが上がってないなとかありました？もし、ね、この後ちゃんと残そうと思うんですけどうまく残せなかったら、はい、YouTube の方で土曜日にあげるのでそちらを見ていただけたらなと思います。そう、眉毛ねすごいギュイーンってなってて、なんかあの時はもう自分も気分がなんかパリ気分だったので、あ、こういう眉でもいいかもと思ったけど、もうやっぱ日常にね馴染んじゃうと若干もうちょっとこう緩やかにしたいかなってなりますよね。お花のついたツイードのようなコートはどこのですか？あれはねあのドルガバのやつですね。あのツイードなんですけど結構薄手で軽いので旅行の時にね良かったです。後で見ますね、ありがとうございます。はい、というわけでね今日はなんかねパリの話をこうねダラダラとしたりとか、また視聴者さんからねもう一回見せておきますけど、なんかこんなねいろいろ素敵なプレゼントをいただいたのでちょっと開封して紹介してみました。はい、ね旅のログもあと残すところね、まあ、数回になりましたので、ね、楽しんでいただけたらなと思います。また来週の生配信でお会いしましょう。愛花でした。午後からも頑張ってくださいね。バイバーイ。